おはようございます。今日なんですけれども、キューコンギャラップを使っていこうかなと思います。まずはメインアタッカーであるこのキューコン、ロコンからの進化系で HP90 の炎タイプと、技が火炎放射、炎を2個で使えて90ダメージ。このポケモンから炎エネルギーを1個トラッシュすると、エネルギーをトラッシュしてしまうというデメリットはありますが、そこそこのダメージが出せますね。さらにこのギャラップ、ホニータからの進化系で HP100 の炎タイプと、技が炎の盾紙、炎を1個で使えて40ダメージと、この40ダメージが出るギャラップと90ダメージが出るキューコンを専用のサポートであるこのカツラを使ってダメージを上げていくと、この番自分のキューコンギャラップブーバーが使う技の相手のバトルポケモンへのダメージはプラス30されると、これによってギャラップはプラス30されて70、キューコンはプラス30されて120ダメージまで出すことができますね。さらに最近ではあまり見なくなったこのカモネギまで入っていると。一般的なデッキであれば HP60 というのが少し低いのですが、このデッキはアグロ、早いターンからダメージを刻んで攻撃していくというデッキなので、種ポケモンで1エネ40ダメージと、このデッキに関してはかなり噛み合ってる1枚ですね。というわけで立ち直ってみましょう。勝てるタイミングが少ねえな。こんなもんか。こんなもんと言われればこんなもんの可能性もあるけど、弱い。まあ、強くはねえな。強くはねえかも。二進化が最速進化されたらどれでも強い。その通りかもしれん。いいこと言うね、君。ご提録オン前。嬉しい！ピカチュウワンパンしよっかな！いいねえ。レッドカード飛ばすなよ、マジでお前。許さんからな、レッドカードは。レッドカードだけは。許せない。キューコンギャロップってナインテールズラピダッシュって言うんだ。名前かわいい。まあ、キューコンはね、まんまナインテールズ。エレキテル、エリキテルか。まあ、一回尻尾でも振っといて。何があっても殴られはしないんだけど。まあ意味ないね。ピカチュウ殴れないから。このカードプールじゃあ何があっても殴れないから。いや、ピカチュウ前割りしてくれたらこれ多分勝ちだな。さすがに。さすがに勝ってる。まあ、スピードあったら逃げると思うけど、その場合がね、超めんどくさい。キューコンワンパンだから。その場合これスピード逃げてギャロップ。わーお。強気すぎるんごね。彼強気すぎませんか、それは。終われ！レッドカード打つな！終わりだったか。おー最高。いや、これがあるからやめらんないんで、このデッキは。これ相手もコンシドしますよ。わかります。見えます。このデッキはこれしか逆に勝てねえから、ピカチュウに。これだけで勝ってるから。4割5分ぐらい。オッケー。気持ちよすぎる。これのためだけに生きてるんだよな。さあ、コンシドしなさいよ、あんた。まだやるかい？まだやるんだ。頑張るね。夏目でも勝ち。カツラは勝ってない。榊は意味がないから打たない。前続く！ほんまに？せめて裏張りで次スピーダー要求なんじゃないの？なんだそれ。その勝ち筋ってなんだ。別にピカチュウがあるわけでもないし、ライチュウがあるわけでもないでしょ。どっちにしようか。エレザード倒せない。いや、違うよこれ。だから、榊次のターンに打てば、エレザードでワンチャン倒せたから、スピードアトップの受けがあったから、それって前張りなのか本当に。前張りなんかな、気になるな。発水何があるんだろう、相手これ。傷薬やっても耐えてないから、多分スピーダーがないんだったらスピードアトップだよね。それしかなかったと思うけど、スピードのトップを見て、裏張り。一応今一番勝ってるキューコンギャラップのリスト見てみるか。11月16日の、10勝2敗1分け、241人中3位。カモネギピンで、カツラ、夏目が1なんだ。へぇー、夏目が1なんだ。カツラ2枚、夏目1枚だ。まあ、ほぼ同じ。てっきり、夏目の方が2枚だと思ったけどな。夏目って結構やっぱ勝ち筋拾いやすいからさ、キューコンがあると。榊のそのダメージ調整の10ラインがよくわかんなくて、まあ、夏目やっぱ時間稼ぎもできるからね。ピクシー、なんだそれ。知らないデッキも来てますと。見ますか。ピクシーでしょ？ピクシーでしょ？これはまたモンボから撃つんだけど、ピクシーなんていた、そもそも。いたっけ？いたわ。マジカルショット 1N40。榊でワンパンされんのこれ。マジ？それはちょっと聞いてないな。榊ワンパンは聞いてないな。まあ、かといって前に張るしかないんだけど。いや、こうギャロップ引いたらワンチャンポニータ20プラス40見てもいい。引かない。どっちも引かないなら、どっちも受けを見て尻尾を振るか、一応。尻尾を振る方が丸いな。よいしょ。まあ、これ相手進化されちゃうからどうせ意味ないんだけど、表がれても。これ自身に効果がついたら強かった。相手に効果がついちゃうから逃げられても消されちゃうし、この尻尾振る惜しいね。これマジで、自分が無敵状態になるんだったら、ちょっとだけ勝率上がったんじゃないかな。全体勝率。0.5% ぐらい。あり得ると思う。これ次9個も引くしかない。カモネギじゃないんだよなぁ。こんばんはどう思う？こんばんはにしては早くねえか。いやぁ、そっちか。スピーダー榊で、カモネギワンパンされる方がやばいから、まあ、ギャロップ逃げかな、さすがに。まあ、一応カモネギは出します。レッドカードうざいんで。このピッピ倒して、あと2パン。いけなくはないか。間に合ってはいるか、ギリギリ。ワンチャン？ワンチャンぐらいはある。まあ、サナがあってギリワンチャンやな。うわぁ、まあ、倒せますけど。一応倒せますけど、カツラで。ここカツラ入っちゃうの弱いな。
ミュウツーが150だから、キュウコンカツラ、カモネキサカキで一応、あ、偉い。それは偉いぞ。普通に。いや、これ、ミュウツーなかったらマジでワンチャンあるけど。ミュウツーじゃねえ、サーナイト。なかったらワンチャンある。あったらさすがにきついな。多分ミュウツー前だからさすがに。サーナイト、トップの受けとかも、カミカミだと、さすがにミュウツー前だと思うけど、そうだよね。いや、ここ大事やな。相当大事。あるかないかないかあるか。なさそうじゃない？さっきモンボ打ってないもんね。モンボトップでしょ。あーでもそっか。あーミュウツー2枚目めんどくせえな。めんどくせえな、それ。いやー、だるすぎるか？だるすぎるちか、それは。いや、そうじゃないんだよな。一応これ、キュウコンの圧があるから、これ、榊打つ意味ないよな。榊とカツラ。70入れて、意味ない。いや、持つか。アグロって何？そう、それ言われると思ったんだよね。今日のさ、動画のタイトルもさ、アグロって文字入れちゃってさ、そう、カードゲーマーじゃないやつ、アグロって伝わんねえんだよ。どうすりゃいいの？でもアグロはアグロなんだよな。まあ、早いターンからぶん殴るっていう感じなんだけど、簡単に言うとね。そう、めっちゃ簡単に言うと、早いターンからぶん殴るって意味なんだけど。速攻？そうそう、速攻。あ、速攻って言えばいいか。速攻も速攻で伝わんなそうだけど、結局カードゲーマーじゃなかったら速攻で伝わるんかなっていう疑問はある。前殴るの？そんなわけなくない？え、そんなわけなくない？マジで撃ってる？いやいや、逃げろよ、お前。逃げろ、逃げんかい。負け筋。引いたし、おら。危ねえ。ナメプされるときは勝てますね。危ない危ない。うい。今の逃げないの、すごいな。びっくりしたわ。すごく早く攻撃するデッキ。ありかも。そうしようかな、じゃあ。タイトル変えるわ、今から。上位公式でニャース入ってるリザードンなんているんかな？絶対にリザードンスタートしたいし、人がいらしたいから、ニャースがね、不純物すぎるんだよな。なんでやってる？LD プレイヤー。LD プレイヤーいいよ。なぜかプレイできるから、このゲームを。ありがとう。超タイプ、カモネギ前。まあまあ、40度好きしますか。ラルドス2パンしちゃおっかな。ミュウツーでしたと。これ、サキさんのね、サカキがまずいんだよね。サキさんサカキがマジで強い。から、まあ、みたいな話もあるんですけど、これこそ、ロコンとキュウコン引いたら、ロコン張りがある。2パンできるから。2パンしたい。何があっても。引かなかったら、まあ、カモネギではあるね。もちろん。キュウコン引いた。ここ、吟味したいんだよね。オニータだったら、カモネギでいいっすね。関係ないんで。ロスコイと。ボケボケのモチベ。いろんなデッキあるからね。なんだかんだおもろいわ。まだ使うデッキ無限にある。あと10個、20、30個ぐらいあるよ、確か。全然強いデッキ。勝ち得るデッキ。勝てる可能性があるデッキ。そう。全部の2進化がガルーラ前で壁にすればワンチャンあるから、そう、それをやっときたい。っていう話はある。夏目。40、70で倒せるよね。今打っといた方がいいか。今打っといた方がいい説もあるけど、スピーダーがもったいないんだよな。榊がちょっと、ちょっとまずいけど、榊がちょっとまずいけど、どうしよっかな。どうせ逃げられるだけという話もあるんだけど。まあ、レッドカードあるし、今打っとくか。早めのパブロンしましょう。こうやって。いや、このダメージライン美しいな。40、70、40。めっちゃ美しい。これ、カモネギしかできないじゃん。カモネギ5定位から殴ってるから、このプレイが取れるわけであって。偉いっちゃ偉いね。で、傷薬があったら、まあ、カツラもう一枚引けばいいか。ちょっと、気丈論すぎるわ。いや、スピーダーあるよね。スピーダーが強いんだよな、そうなんだよな。いや、こうなったらキュウコンが一生どつきたかったから、キュウコン欲しかったねという話はそうあるんだけど、夏目打っても意味ないしな、ラルトス前だしどうせ。ラルトス壁にされちゃうだけだから。まあ、スピーダーなかったら嬉しいって話もあるか、一応。あるな。スピーダーなかったら次、ミュウツー殴れんくて、そもそもスピーダーがあったらこのターン、スピーダー打つと思うんだよ、ワンチャン。ラルトス2パンでも十分じゃ十分な可能性あるか。でも前にプレッシャーかけとかないとこれダメか。前にプレッシャーかけとかないと、あのね、ミュウツーにエネルギー5枚貼られて負けなんだよ。そう。だ次50も良くないか。もう次50良くないわ。夏目行くわ。そうだね。次50が良くなさすぎる、あまりにも。普通に2パンで終わるから、一旦もらった方がいい可能性もある。だ50、50からサイコドライブで負けそうだから、こうかな。オーラドブリッツが崖に入ったピジョコン使ってる。知ってるよ。ちなみに全く同じ構築が決勝上がってる、確か。何でも知ってます。だね。全く同じ構築が決勝やってる。あんのかい、スピーダー。それは聞いてないな。さすがに聞いてないな。え？何の意味があるんだ、それ。わからん。あー、これ。傷薬1枚ケアの、だよね。ってことは、相手これ、榊2枚入ってるな、多分。榊2枚入ってるから、これ、カモネギ前負けるか、どっかで。ここ、いや、ここロコンで間に合ってたよ、マジで。ここロコンで間に合ったのに。なんで引かないんだ。いや、でも気絶しねえ方がマシか、これ。さすがに。気絶はしねえ方がマシやな。ターンなんて何ターンもらってもいいんだから。カモネギ前は榊があるから、ギャロップがいい。
いや、この榊は、榊がないと、このプレイを取らないから、絶対2枚あんの。40ラインなんて存在しないから、このデッキに。相手の意図を信じるんだったら、カムネギ前じゃなくてギャラ6枚がいい。いや、ココロコンね、間に合ってるけどな、別に。間に合ってますけどね。来たー。ぴったりだね、しかも。ここに2枚貼ったのは意味わからんかったな、冷静に。まあまあ、意味わからんくはないか、ここ逃げるか。逃げて、こうだな。よ。そのブラフができるからうまい。いや、それはない。意味ないもん。マジで意味ないことはせん方がいい。ホニータはワンパンできたから。いや、カマネギもワンパンできたから。そう、あるんだよ。そう、あるんだよ。なかったら打たないから。合ってる合ってる。傷薬なければ OK! なか、まあ、傷薬やっても OK! 来た来た来た、ワンチャンあるね。だから、あれはポーション1枚ケアしたんだよ、相手は。まあ、俺入ってないから関係ないけど、ポーションなんて。まあ、うまいだから、あそこのちゃんとケアしてんのは。あるね。よっこいしょ。さあ、どうしますか？何参らしますか？キルリア前、サナ進化しかないね。カツラで勝ち、夏目でも勝ち。だから、6分の2、33%。33%勝ってます、進化されても。オッケー。